ッサモーニング。今ね、コストコに来てます。これ10日間ぐらい放置しちゃったんですよ。袋もね破けちゃって。大丈夫かな。多分大丈夫ということを信じてね、エビユッケを作っていきます。水、まあ、刺さったんですけど、すごい抜いていきます。バーイ、残りはね、サムネ用にここだけ剥がしていきたいと思います。ここだけとか結ぶね。できた、ちょーん、はい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 、はい、キャッス背綿がキモいんで取り出します。シュンピュー、甘すぎる。シュンピュー、私小さい頃からもう便秘症で薬飲まないと出ないぐらい便秘なんですけど、最近ね病院行ったんですよ、悪化しちゃったんで。だからね、変なメガホンみたいなでっかいガラスの棒でね、グリグリケツの穴をほじくれて、もうそれが激痛すぎて痛い耐えながらね診察してもらったんですよ。診察結果は切れ痔異邦痔だったんですけど、まあ軽度の段階だったんで毎日出せば大丈夫ですって言われたんですけど、毎日出すにはどうしたらいいんですかっていう話になって、サプリを飲めばもしかしたら出るかもしれませんって言われたサプリがあったんですけど、まあ7000円したんですよ。高っと思いながらまあ買って、それめっちゃ良かったんですよ。コストコの帰りにネーネーに話したら、へえ、そんなサプリあんだ、でももっといいサプリネーネー聞いたことあるよって言ってきて、え、何のサプリって言ったら、パリパリサプリっていうのがあるらしくて、快便な腸内環境を持っている人のこう飲むと自分も腸内環境がその快便の人に似るっていうサプリらしいんですけど、そのサプリ難点が一個あって、腸内環境のいい人のサプリを飲むとその人に性格が似ちゃうらしいんですよ。例えばここはめっちゃ出るけど、めっちゃネガティブな人のこうサプリにして飲んじゃったらめっちゃネガティブが移っちゃうらしいんですよ。その話をちょうどしたらギャルが、え、私のパリコいろって言ってきて、パリパリもらう契約をしてきたんでね、もし私がギャルになったらギャルのパリパリを飲んだんだなって察してください。あとね、パリパリこうサプリ飲んでる方いたらコメントで教えてください。日本酒がなかったんで、サイヤーこいつね漬け込んでおけばどんな木もね絶対殺されるんで。あー痛すぎる。アルコール消毒の匂いですね。10分休ませてる間に唐揚げ作ろうと思うんですけど、頭だけちょっと救出します。じゃあね、この頭を唐揚げにしたいと思います。すごい、前回ね油吹き出すことを思い出したんでこんくらいにしておきます。もったいない。サイ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 、なんか今の段階で油がフグみたいな色してるんですけど、一旦冷ましよう。シュー完成完成。終わりました。じゃあね、こいつを水洗いして水気取ったら味付けしていきます。出てきゃー。あー、腹立つな。ほかね、コストコでエビ以外ね、ねえねえからあのコストコのちらし寿司を分だったんですけどね、あれうまいよね。めっちゃギャルもすっごい勢いで食べてたんだけど、奪い合いになるよね。個人的に好きなのはティラミスなんですよね。ティラミスとコストコで売ってるブルーベリーを大量にかけて食べるとね、無限ループできるんですよ。めっちゃおすすめですね。完璧。入れちゃうか俺。あれ、ごま油がない。ごま油切らしてる。じゃじゃん。調達してきました。痛い。ごま油。うん。痛い。手から血が出てる。あ、コチュジャンか。
ちゃいい。もうチュチュ入れすぎてもはやキムチですね。いったーチュチュ。あとは20分冷やします。チュチュ、わーい、盛り付けていきます。これはね、近くのコストコみたいな店にあった韓国のりです。ちょっとやばいんでこいつをあげます。ちょっと斜めにしました。シャーシャー、じゃじゃーん、完成。いや、今度君のせいでね、ここじゃないと食べれないですわ。いただきます。今日はパイス様。パシュー、なんだこれ、危なかった。ちょ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 、今回ね、焼酎がなかったね。スプリッター。これもキムチですね。10日経ってたから正直生臭いんかなって思ったんですけど、全然新鮮でプリプリやん。コストコさすが。おいしい。しなしなすぎて1ミリも ASMR できないんですけど、これ。エビ頭から揚げいきます。とんでもなく口の中怪我しますね。ピエンさんが大量のイナゴ食った時ってこういう感覚だったのかもしれないですね。ゴキブリとかセミとかもエビと全く一緒って言うんですけど、あいつら捕まえて揚げたりとかこうやって調理したら同じ味になるんかな。いいものや、たまにでっかいゴキブリ出るんで捕まえて今度調理してみようかな。そういえば私中学生の時にセミ揚げて食べたことあるわ。なんで？いや、その当時私の推しだった渡辺ま。ダメだよ、その名前出したらバンされるから。もうそういうご時世なの YouTube では。はい、そういうご時世です。その人がやってることは何でもしてみようって思って、夏休みセミを飼って友達に振る舞ってみんなで食べた記憶がある。やべえ、死んじゃえるな。じゃあこれセミと同じ味するからどうぞ。ありがとう。あの時を思い出せるようにまた食べてみるわ。ほんじゃ、バイバイ。